一番美しくは1944年に公開された日本映画である。監督は黒沢明。モノクロ、スタンダードサイズ、85分。第二次世界大戦中に軍事工場で働く女子低身体の少女たちを描いた作品で、新人女優たちを実際に撮影地の日本工学工業に入場させ、行員同様の生活を行わせることで、 女子挺身隊の日常をドキュメンタリータッチに描いた。主演のヤグジヨコは公開翌年に黒沢と結婚した。兵器に搭載される工学機器を生産している東亜工学平塚製作所では戦時非常体制により生産の倍増を計画発令する。男子行員は通常の2倍、女子行員は1.5倍という目標数値が出されるが、女子組長の 渡辺鶴を筆頭とする女子校員たちは男子の半分ではなくに3を目標にしてくれと懇願受け入れられる。奮発する女子たちだが目標達成は名前優しくはなく一時的に上昇した生産校は疲労やけが苛立ちから来る仲たがいなどにより加工する。しかし女子校員たちの寮母や工場の上司たちの温かい協力そして主治の問題を 試行錯誤しながら解決し、さらに結束を強めた彼女たちの懸命な努力は、再び報われ始める。1943年9月、黒沢明は、女子低身体を描く、門は胸を広げているの企画に着手するが、検閲官に、タイトルが哀愁だと難癖をつけられたため、10月8日に、日本の青春に解体して、脚本を改訂し、11月に脱行した。 タイトルはさらに、渡辺鶴たちに解体し、撮影時に一番美しくに決定した。黒沢は、工場で働く少女たちをドキュメンタリーのように撮るため、撮影準備期間は、新人女優たちの訓練に当てて、本物の停心体のように仕立てた。訓練は企画着手時と同じ9月に開始し、2ヶ月間を行った。まず駆け足の訓練から始め、バレーボールをやらせたり、 古敵隊を組ませて街の中を更新させた。黒沢はこの方法を取ったことについてメッシュ暴行を描く内容のため、こうでもしなければ全くリアリティのない紙芝居になってしまうと考えてやっただけであると述べている。同年12月18日、横浜市戸塚区の日本工学工業の戸塚製作所第一工場に新人女優軍23人を女子停身隊として、 入所させ、撮影開始した。彼女たちは、実際の工場の寮で生活し、職場に配置して、工員同様の日課で労働した。黒沢たちスタッフも、工場寮で生活した。翌1944年1月末に、対処式を行い、日本工学での撮影を終了した。その後は、東方撮影所で、セット撮影を行い、3月10日頃に完成した。 ありがとうございます。